島を出たみたいね。ご苦労様。ああ。なっ、組織の仇討ちか。相手になるぞ。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。モンキーディルフィ、あなた私に何をしたか忘れてないわよね。何って、おいルフィてめえ、綺麗なお姉さんに何しやがったんだよ。おいお前嘘つくな、俺は何もしてねえぞ。いいえ、耐え難い仕打ちを受けました。責任取ってね。意味わかんねえやつだな、どうしろってんだよ。私を仲間に入れて。はあ、死を望む私をあなたは生かした、それがあなたの罪。私には行くあても帰る場所もないの。だからこの船に置いて。なんだそうか、そらしょうがねえな。いいぞルフィ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえから。何か降ってき、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実である。空からガレオン星？まさか空島から。突如空からガレオン星が落ちてきたことに加え、ログフォースが上空を指す海事に見舞われた麦わらの位置、この空のどこかに島がある。そう結論付けたルフィたちは情報を得るためにジャヤ島に上陸、モックタウンへと入った。しかしそこは無法者たちが闊歩する町だった。へえ、おめえが3000万の首か。なんだ、何の真似だ下っ端。その質問にはお前が答えろ。よし、覚悟できてんだな。お前待って、まだこの町で何も聞き出してないのよ。ねえ、私たち空島へ行きたいの、何か知ってることはない？呆れたぜ、おめえをテストして新時代のクルーに加えてやろうと思ったのに、とんだ妄想野郎だ。空に島があるって、そういう嫁追いのバカを見てると俺は虫図が走るんだ。ゾロ、この喧嘩は絶対買うな。さっさと失せろ、命があるうちにな、雑魚ども。空島はあるぜ。あんた、あいつらの言う新時代ってな、クソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって、おいぜはははは。人の夢は終わらねえ。そうだろう、笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだぜ。ははははは。ルフィ、行きましょう。空島の情報を得るためジャヤ島に上陸した一味だったが、無法者の町モックタウンでは何の手がかりも得られなかった。しかしロビンが一つの情報をもたらす。島の外れに夢を語り町を追われたはみ出し者が住んでいるというのである。その男の名はモンブラン・クリケット。絵本嘘つきノーランドで黄金鏡を見たと嘘をついて処刑された主人公モンブラン・ノーランドの子孫だった。
先祖の汚名を注ぐため黄金鏡を探していたクリケットは、空島を目指すルフィたちを夢を追う同志と認めて協力を約束する。空島へ行く唯一の手段はノックアップストリームに乗ること。そのためには長い航海で傷ついたゴーイングメリー号の修繕が必要だった。クリケットにメリー号を任せ、ルフィたちは航海の準備に出かける。そこにルフィたちと入れ違いに現れたのはモックタウンにいた海賊ベラミーだった。ベラミーはクリケットから金塊を奪い去る。その金塊はクリケットが長年の苦労の末にようやく見つけた黄金鏡の実在を示す唯一の証だった。クリケットの元に戻ったルフィたちはベラミーの非情な行いに激怒。空島へ出航する前に金塊を取り戻すことを決意するのだった。